ナールデン包囲戦は、ツラ乱戦争中の1673年9月6日から9月13日にかけて行われた、ネーデルラント連邦共和国とスペイン王国によるナールデンの包囲。1673年8月末に、フランス軍がトリーヤの攻撃を開始すると、自民の不足が目立ったため、フランス王類14世はオランダにいた、騎兵数千を引き抜いて、ドイツに投入した。 しかし、これは、オラニエコー・ウィレム3世の反撃の後期となってしまった。オランダ軍の目的は長い間不明だった。陽動攻撃として、フラウヘとザルトボメルへの攻撃が行われたため、リュクサンブール公爵は釣られて、ティールに向かった。しかし、これによりオラニエコーはナールデンへ進軍することが、できるようになった。9月の初め、オランダ軍は、洪水戦を越えて、 ナールデンに向かった。9月6日、オランダ軍2万5000は、ナールデン要塞を包囲し始め、すぐに激戦になった。フランス軍は柵を立てるために、兵士600を木こりにやったが、すぐにコダールファンレーデンに攻撃され、多くが捕虜になった。その後、オランダ砲兵の猛攻により、要塞に多くの穴が開けられた。9月11日に、パルム大佐による攻撃が始められ、 二つのラブリンの間の地域を占領することに成功した。翌日にも攻撃を継続しようとしたが、フランスの中流軍は交渉を求め13日に降伏した。ナールデンの奪還はオランダで盛大に祝われた。一方フランスの士気は低下、フランソワ・ミシェルル・テリエは守備軍を率いたデュパ大佐が強打であると批判した。また、ナールデンを失ったことで、 フランスの戦線が長大すぎるという弱点が露呈。これにより、フランス軍は1673年11月にオランダへの侵攻を再開した。ありがとうございます。